もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。先日新会社設立や社名変更についての会見を行ったジャニーズ事務所、新社名はスマイルアップとなり、心機一転のイメージアップを狙った会見はむしろ不信感が高まるばかりでした。過呼吸にならずにお伝えできる自信がないという理由により、1回目の会見にいたジュリーさんの姿はなく、質疑応答に対しての指名候補記者、指名 NG 記者リストの存在があったため、会見では指名候補に上がっていた記者などが真っ先に当てられており、リストに沿った進行が行われていた疑惑が高まり、忖度問題は改善されないのではないかと不信感が増す結果となりました。しかしこの会見の会場にジュリーさんがいたのではないかとの噂が流れています。またこの忖度問題に関して女優の吉田羊さんが鍵を握っているとの噂も流れています。合わせて調べてきましたので最後までご視聴お願いします。先日の会見の会場には姿を現さず、手紙という形での登場となった藤島ジュリー景子前社長。その手紙の中で、叔父の子ジャニー喜多川さん、母の子メリー喜多川さんとのいびつな関係性について明かしました。ジャニー氏とは一度も二人だけで食事したことはなく、コンサート会場ですれ違うことはあっても会話はほとんどなかったそうです。母メリー氏に関しては、私が従順な時はとても優しいのですが、私が少しでも彼女と違う意見を言うと気が狂ったように怒り、叩き潰すようなことを平気でする人でしたと告白していました。ジュリーさんは20代の頃から時々過呼吸になり、現在はパニック障害と診断されているそうです。ジュリーさんはジャニーズ事務所の取締役を務めていましたが、いわくメリーからの命令でしていたそうです。会社の経営にタッチする権限は一切なく、私自身はメリーと話をすることを極力避けて生きてきた人生でしたと回想しました。手紙では心療内科の先生に言われた言葉も紹介していました。メリーさんはライオンで、あなたはシマウマだから、パニック障害を起こさせないようにするにはこの状態から逃げるしかない。こうした赤裸々告白を受けて、ネット上ではジュリーさんに対する同情の声も上がっていますが、一方でジュリー氏が事業を引き継ぎ、その際相続税の支払いが猶予される、事業承継税制を利用していたことも事実です。この日の会見で事業承継税制の活用について、これをやめて速やかに納めるべき税金を全てお支払いし会社を終わらせますと明かされましたが、後出し感は否めません。また会見前の打ち合わせではジュリーさんの直接指示が出る場面もあったそうです。関係者はこう言っています。会見で手紙を代読するくだりがありましたが、あれはもともと東山さんがする予定だったんです。ただジュリーさんがそれだと何か意図があると読み取られるんじゃないかと意見し、では井ノ原さんが読み上げようということが決まりました。しかし会見当日、ジュリーさんの姿は会見場にあったそうです。あの日会見場の裏にはジュリーさんも来ていたと聞いています。会見場には運営スタッフでも入れない立ち入り禁止ゾーンがあったのですが、そこにはジュリーさんが来ているから、ここから先は入らないでくださいとお達しが出ていたんです。そのゾーンにはジャニーズの一部関係者など本当に限られた人しか入れないようになっていましたと関係者は語っています。健康上の問題があったとはいえ、説明責任を果たすべき立場のジュリー氏が参加しない影響はあまりに大きい。もし本当に会場まで来れるほどの健康状態なのであれば、時間を区切って参加するなど出席する方法はいくらでもあったはずです。ジュリーさんが会見を欠席するだけでも相当なイメージダウンでしたが、嘘をついていたとなると計り知れないほどのイメージダウンになります。そして1回目の会見時に忖度問題に関して改善していく旨を発していたジャニーズ事務所、 TBS は7日放送の特番にてジャニーズ事務所との関係を検証し、様々な事実がはっきりとなりました。検証のため TBS 社員80人以上を取材し、
現場の声をパネルで紹介し、圧力があったという社員の証言も紹介されていました。社内で見聞きした経験から、ジャニーズは面倒だと思っている社員が私を含めて大勢います。普段からニュースにするしないの判断は重要性などを勘案していっていますが、判断する要素の一つに編成部への配慮が入ることは問題とコメントがあり、編成のジャニーズ担当の中にはマネージャーからの電話に出るために夜中に家に帰ってビニール袋に携帯を入れて風呂に入っている人もいたというコメントもありました。また怒らせたらダメ、この1年の間にもジュリーさんを通してキャスティングをめぐる圧力が番組にあった、ジュリーさんから圧力をかけられていたとの証言もありました。ドラマなどのキャスティングなどでジャニーズ事務所の顔色を伺ったり圧力をかけられていたようです。そんな中で鍵を握っているのは女優として活躍している吉田羊さんではないかと言われています。なんと吉田さんはジャニーズタレントの主演作に出禁となっていたそうです。吉田さんは2016年に20歳年下の平成ジャンプの中島裕翔さんとの7連泊熱愛が報じられ、以後ジャニーズタレントが主演する作品には呼ばれなくなったそうです。報道以前には木村拓哉さん主演のドラマヒーロー第2シリーズにも出演したほどで、当時売り出し中の女優として多数のドラマや映画に出演していましたが、この報道をきっかけにしばらくの間露出が激減しました。テレビ局関係者は当時20歳も年下の中島に手を出したことにコメリー北川氏が激怒し、以後テレビ局ではジャニーズ主演作品には共演 NG 女優の一番手となりました。しかし性加害問題によってジャニーズに対するテレビ局の忖度が今後なくなる可能性が高く、ジャニーズの主演作にも吉田さんが起用できるようになります。ジャニーズ主演作の場合、脇を固める俳優陣が重要なため、それなりの名前と高い演技力が求められる。吉田さんは主演を引き立てる女優として申し分なく、制作サイドからの人気も高いことから近く共演作が見られそうですと語りました。今年4月期のドラマラストマンではキング&プリンスの永瀬廉さんと共演をしました。実に8年ぶりのジャニーズタレントとの共演が話題となりましたが、主演は大手芸能事務所アミューズに所属する福山雅治さんでした。これまでジャニーズ主演作はテレビ局が事務所にお伺いを立てながら配役を決めていました。実はジャニーズの中にも吉田さんと共演したがっているタレントは多いんですけどねとテレビ関係者は語っています。今後吉田さんがジャニーズと共演するかしないかが忖度を図るリトマス紙になりそうです。次々に明らかになるジャニーズ事務所の横暴さ、芸能界全体を巻き込んでの騒動になり、会見で発する言葉とは裏腹な行動などが暴かれていき、日に日に不信感を増していますが、このイメージを払拭できる日は来るのでしょうか。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。